はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、発売から約2週間が経過したクリムゾンヘイズの人気カードたちについて調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目は EVAR です。メルカリでの高値では約1200円での取引がありました。購入相場的には600円から1000円での取引がありました。2枚目は月光河 EXSAR です。高値では約8000円での取引がありました。購入相場的には6500円から7800円での取引がありました。3枚目はサザレ SR です。高値では約2300円での取引がありました。購入相場的には1500円から2200円での取引がありました。4枚目はスイレンのお世話 SR です。高値では約4000円での取引がありました。購入相場的には2800円から3600円での取引がありました。5枚目はスイレンのお世話 SAR です。高値では7000円での取引がありました。購入相場的には5000円から6900円での取引がありました。最後はサザレ SAR です。高値では約9500円での取引がありました。購入相場的には7300円から9300円での取引がありました。カドショやポケセンオンラインでも在庫は残っており、今後も価格帯は下落していくのではないのかなと思っております。個人的にはコレクションしたいカードが多くあるので、もう少し購入しやすい価格帯になるまで待ちたいと思います。皆様は欲しいカードを手に入れることができましたか？コメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。